ズカレッジ。ブレーキパッドパラパラします。はい、ここのボルトは片方だけでもいいんですけど、片方だけでやるとちょっと後で失敗することがあるので、これ片方上げてこれ上に上がるんですけど、これね、戻すときにね、ここをね引っ掛けてね、ブーツを切る人がいるんですよね。ですから2箇所外して組むときはこんな感じでゴムが食ってないことを確認してから入れましょう。これ次開けるまで分かんないんですよ、切れてるのが ね。ですからここは大事なとこなんです。あとスライドピンちゃんと入ってないですね。こういう時はまずいですね、ちゃんと入ってる。ちゃんとピタッと入れて、はい、ですね。ちゃんとすぐ動く。まあ、あんまり前回給油したんで、そんなに固まってはいないですね。あとパッドを外してですね、パッドの当たり面と、まあ、剥がれがないことを確認してですね。厚みを測って記録簿に、書きます。まあ、パッとこうペーパーで削るか削らないかはお好みで、私は削らないです。せっかく当たり面が出てるのに削る必要はないと私は思っています。何か、ね、必ずやるんだなっていう人もいますけどね、あんまり私は気にしないです。はい、後ろのパッドをばらします。まずこれね、ここに刺さってるんでピンを取ります。これを抜きますね。これスライドするはずなんですけどね、硬いですね。硬いっすね。なんで硬いのこんなに。こんな感じで。はい、抜けました。これはあと上に抜けるんですね。はい、厚みも OK ですね。白は前ほど変ないんで、この辺のブーツね、エアブローしてからブーツ、ピストンの中身ちょっと確認してみる方がいいですね。まあ、引きずっていなかったんで大丈夫だと思うんですけど、あとブーツ周りですね。でね、ちょっとねこの辺がもうひび入ってますけど、
ちも日々やってますね。まあ破けてないんで、まあそんなに乗んないんで、破けてから見つかってからやりますけど、あとスタビリンクですね。スタビリンクのブーツも破けてるとダメなんで、こっちの裏側にありますけど、はい、その辺ですね。あとこのリンク類の型、あとドライブシャフトブーツの破れ、それで確認してからブレーキを切ります。まあ、ブレーキ組むときは一応こう掃除してですね、パッドグリスを塗れば完璧です。まあ、そのまま組んでもね、あのとりあえずはいいんですけど、はい、ちょっとコンプレッサーの音もうるさいんですけど、エアブロシェラですね、ここを優しくめくって錆びてないかどうか、あの錆びるのは下の方が錆びるんですよね。あの万が一あの水が入って下の方に溜まるんで、こっちの下の方を重点的に見ると発見しやすいですね。はい、フロントの方はですね、こんな感じで、こっちも同じようにして、まあこうなんで、こっちの下の方、こっちの下の方をめくってみると、あの錆びてる場合は分かりますね。懐中電灯とかでした方がいいんですけどね。こんな感じで破れないようにめくって、めくったらあのエアーが入らない、っていうかエアいっぱい入っちゃうと、これ戻した時にゴムがこっちに出てくるんで引っ掛ける可能性があるんで、そこは注意しましょう。まあフロント周りも同じくこの型ですね、アームの型、あとこのタイロットエンドの型とか、あとこっちのブーツ、ブーツ類全部見て、あとブレーキホース、まあ、30年ものなんでブレーキホースもきちっと確認して、まあ交換すれば一番いいんですけどね。まあ履歴わかんないんで何とも言えないんですけど、はい、そんな感じですね。あとは綺麗にあのパッドを拭いて、パッドグリスをつけて、はい、あとパッドグリスはあまりいっぱい塗る人いるんですよね。なんでそんなに塗るんだってほど。そんなにいらないと私は思いますね。薄く私は塗ります。はい、塗るときはですね。はい、そんな感じで組み上げます。特に今回問題になるようなところは、オイル漏れぐらいかな。あのミッションと、あの、エンジンの付け根のあたり、エンジンオイルとミッションオイルかな、持ってるのは。まあ、そこは、少量なんで、このまま50キロぐらい検査場もあるんですけど、それで多分地図くにはならない程度だと思うんで受かると思います。じゃあ組んできます。はい、ブレーキフードの交換なんですけど、ちょっと今一人なんですよ。なのでこれでやりたいと思います。リザーブタンク空にしないように気をつけて、はい、緩めます。あんまり緩めるとね、この緩めた隙間からね、あのエアがブジュブジュブジュっとこう出てくるんですよね。まあこれ今エア出てきてますけど、このエアはこのネジ山のところから入ってるエアなんで気にしないでください。まあこういう方法はやんない方がいいですけどね。はい、これだいたい 30cc なんで抜けるのが、
しいし。サブタンクなくなった。やばいじゃないですか。そんなバカな。まあ2階でリザーブタンクがなくなってしまいました。ちょっとやらかしましたね。ちょっとめんどくさいけど、thank you.